茶柱先生に確認してみるか。参加表を提出した後でわざわざリストを見に来た生徒がいなかったかどうか。やっぱりただものじゃないんだ綾野浩二君って。そうだよ、私が参加表の情報を漏らしたんだよ。認めたか。うん、本当に綾野浩二君は分かっちゃったんだね、私が堀北鈴音を退学させたがってるってこと。私は堀北さんを退学させる、これは何を言われても変わらないから。そのためなら D クラスを突き落としてもいいのか。そうだね、私は A クラスに上がれなくてもいいの。堀北さんを退学させられればそれで満足なんだよ。あ、でも一つだけ考えが変わったことがあるんだ。それはね、綾野浩二君も私が退学させたい人リストにたった今入ったってこと。